が海軍においては戦局の進展に伴い全市における支那軍戦闘力減殺の目的をもって8月25日陽子高校より諏訪島付近に至る支那沿岸一帯を支那公使船舶に対しその通行を遮断する旨第三艦隊司令長官の名をもって宣言しました。引き続き9月5日その区域第三国の咀嚼地および政党を除く全市が沿岸に拡張遮断する旨それぞれ艦隊司令長官より宣言しました。この航行遮断はもとより品川の反省を促し速やかに事態を安定せしめんとするのがその主要目的であり第三国の平和的通商はこれを尊重あくまで国際正義に立脚した自衛手段であります。千数百海里にわたるこの航行遮断に日夜黙々として風雨に揉まれ怒涛と戦って任に就く我が将兵の労苦は誠に言語に絶するものがあります。時には激労のため戦隊同様華々しく食料供給不可能の被災しばしば続くのであります。しかしながら将兵の息健康その苦闘により今や全支那沿海には支那船舶の姿
とんど没するに至りました。